阪神、挨拶しなかったわけ。その一方で、V 争いの最大のライバルでもある巨人の本拠地、東京ドームでの戦いは、8月12から14日の3連戦を最後に、早々と全日程を消化している。最終戦となった試合では、ジャイアンツの新鋭浅野に満塁弾を浴び、0対4のシャットアウト負け。敗戦に怒りを隠せなかった故障は、試合後の取材対応どころか、恒例となっているビジター席への挨拶もせずに、球場から引き上げたことで、多くの虎党たちを失望させていた。だが、岡田監督は、あの一件の内幕について、こう明かしている。そんなんお前、まだ8月の14日やで。こんな時期に挨拶なんかできるかってな。今前に東京ドームの戦いが全部終わるって早すぎやろ。今年の日程は偏りすぎやって。確かに、今季は特殊な日程が多く、組まれていたことは間違いない。続けて指揮官は、まだ神宮では試合あるやろ。東京のファンにはな、そこでちゃんと挨拶するわとにやり。神宮球場での最終戦はシーズン141試合目となる今月28日に予定される。その時期まで白星を積み重ね続け、胸を張って在京のファンたちへ感謝の気持ちを伝える構えだ。これ言うなら試合前に言わんとな。試合前に言って抗議の意味なら一定の理解と称賛はあったかもしれない、後付けすぎる。マジか納得できるわけないじゃん。試合後のベンチ内の様子が YouTube にあるけど、今岡や一部の選手が挨拶しに行こうとしてるのにな。あと、関東最終日程はハマスタなんだよな、台風で流れたから。神宮で挨拶するよと言われても、すでにレフト側は完売、舐めとるわ。すぐ何かのせいにしたり、誰かのせいにするな岡田は。挨拶したら挨拶したで、阪神ファンからメガホン、投げつけられそうやからね。トンデンは選手を守るためにやったのさ。東京ドームで応援してた阪神ファンのことは考えないのくさ。負けてやる気起きなかっただけだろ。悪質なファンから守るのも仕事や。挨拶とかいいから勝ちなよ。スタンドでじっと待ってた阪神ファンと応援団かわいそう。今年はどこも日程偏ってるのな。まあそれはそれとして、ちゃんと挨拶はしなさいよ。